もうね、このライブペイントと、あとまあ既存のイラストの展示をブースでされてたんですけど、もうこの絵をね、一目見た瞬間惚れました。もうやべえってなっちゃって。というわけでお疲れ様です。バーナードです。今日は、臨海線東京国際展示場前に来ております。まあ、お台場の方のエリアですね。湾岸エリアと呼ばれるエリアの方で、今日はビッグサイト、東京ビッグサイトで、アジア最大級のアートイベント、デザインフェスタが行われるということなんで、早速ねちょっと、行ってこようかと思います。チケットは土曜日の分だけ取って、去年もデザフェスには行っておりまして、動画をアップしてるんですけども、今年もまあちょっと、まあ、動画撮れれば、写真とか撮れそうであれば現地の様子をちょっとお伝えできればなと思っております。はい、本当だったらね、てかそのデザフェス行かれるこうお客さんってこう朝一でみんな並んでいくんですけど、僕はご覧の通り午後からまったりと参加っていう感じです。特にね、今回並んでほしいものとかはないので、ここからもう終了時間の19時ぐらいまで、夕方まで、じっくりと見て回ろうかなと思っております。はい、というわけでちょっと早速会場の方に行ってみたいと思います。さあ、というわけでビッグサイトに着きましたね。いやー、久々とかもうお昼過ぎちゃったんで、全然もう人が外にはいないんですけど、中はちょっとまだ混んでるんですけど、まあ、でも目当てのフィギュアとか、アートを買う人はね、だいたいこう午前中に買ってお昼過ぎにはもう帰っちゃう方が多いんで、結構どっちかというと逆向きに歩いてる方はめっちゃ多かったですね。お昼前に帰っちゃう人は帰っちゃうんで、なのでまあ一番ちょっと空いてる時間を狙えたかなと思いますので、ちょっと早速ね行ってみたいと思います。5000ブースだったかな、作家さん。ちょっとね、全部見れるかは分かりませんが、まあ、7時まであるんで、ここからあと、4、5、6、7、5時間あるんで、さすがに一応ちらっと全部は見れるかなと思います。まあ、目当てはね、ちょっとソフビとかアートトイのコーナーなんですけど、まあ、写真撮れるところがあれば、ちょっと行ってみたいと思いますので、じゃあ早速中に行ってきます。そう、ちなみに撮影禁止のブースもあるんで、ちょっと注意が必要なのでね、ちょっとじゃあ楽しんでいきたいと思います。いろんなクリエイターさんの絵があって、はい、このわーすごい。え、これこのこっちも自分の絵描きました。なんかイクラすごい。いや、なんかいつものタッチでイクラ描こうとしたら、イクラ描くの難しくて、イクラめっちゃリアルな、イクラ。そう、すごい。そう、描いてました。クリエイターちげです。帰りです。というわけで、土曜日が今日は終わりました。疲れた。マジでこういうイベントは朝のど頭から来てる人マジで尊敬しますね。昼過ぎから来ても、もう今終わった時間で19時なんですけど、おお。
やまあ、とりあえずね、今回はいろいろ写真をいっぱい撮ってきました。バーナードレスっていうのも今年からライブコマース、ライブ配信ですね、生放送的なサイトでの配信みたいなやつが、すごい厳しく中止です、禁止か NG ですよっていう感じでアナウンスされてて、っていうのもあって、まあ撮影 OK なブースでもなんか動画撮ってると若干気まずいみたいな、動画ちょっと撮りづらいちょっと空気感で、そうなので今回写真多めで撮りました。でね、去年ね確かに海外のお客さん来場者の方でめちゃくちゃ配信してる人多かったんですよ。アジア圏の方だと思うんですけど、なんかライブ配信サイトが流行っているのか、おそらく母国のアプリでですねライブ配信されてる方すごい多くて結構目立ってたんで、それもあって今年はそういったライブ配信、ライブコマース NG、 一切 NG っていう感じでアナウンスしてたのかなと思います。確かにね、最近秋葉原とか中野のブロードウェイとか行くと無断で何の断りもなくお店の中でガンガンライブ配信して商品手に取ったりしてる方がいて、まああんま良くないよねって思いながら、まあ僕が言うのもあれなんですけど、一応ね自分はそのお店の方に許諾をいただいて撮影をしていたりするので、まああやってこうガンガン、でも生放送ってね結構厳格にダメなとこはダメって言ってて、動画写真は OK でも生配信はダメですよっていうところが多いんで、まあガンガン撮られちゃうとねこっちの立場も非常に肩身が狭くなっちゃうので、できればやめていただければなと思うこの頃ですね。本当におもちゃ屋さん行くと絶対いるんで、めっちゃ大きい声で喋ってるんですよ配信しながら。いやまあ僕も人のこと言えた身分じゃないんですけどね、まあいろいろしっかり周りに配慮しながら、Vlog 活動していければなと思います。このまあ規制緩和されてどんどんまた日常、世間が日常に戻っていくと、まあ、そういったこともねいろいろまあちょっと大変になってくるかなっていう気はするんでね、人は街に増えていくのでね、まあ気をつけながら僕は動画配信をしていこうと思います。はい、なので今回デザフェスはね写真メインでちょっとこう後撮りで雑談を入れながらゆっくりと楽しんでいただければと思います。まあ、まずとりあえず帰ったら今日はね購入品の紹介あるんで、よろしくお願いいたします。ちょっとスライド見ながらじゃあ雑談っていう感じでゆっくりしていってください。さてここからはちょっとまったりとね、まあ、ほんのちょっとだけなんですけども当日撮ったお写真のご覧いただければと思います。まあ、イラストライブドローイング、こういった形のものが一番見どころですね。デザフェスの一番の見どころかなと思います。お客さんもねすごい足を止めて、観覧しているような感じの状況でございます。でその中でも今回僕はこの座敷わらしさんというこちらの作家さん、めちゃくちゃお気に入りでございました。この方の描く女の子がめちゃくちゃ可愛くて、足を止めてずっとドローイングを見ていました。展示もねすごい良かったです。まあ、イラストはねこんな感じで、今度はこのソフビですね。さっきのイラストは各所に結構ね壁にドローイングされてる方多いんですけど、ソフビに関してはエリアが決まっていて、そのエリアの中はもうねソフビ祭りですね。もういろんなソフビが展開しているような感じでございました。ただやっぱりねこのアートトイ界隈のソフビは、お値段が 7,000〜8,000円から1万円を超えるものまであるのでね、さすがにこの状況下で、その場で買いますとはちょっとなかなか言えずにですね、まあ、お写真だけ作家さんに撮らせていただいて、ちょっとねここでの散財は一旦控えました。海洋堂さんもね大手メーカーも出店しておりましたね。でデザフェスの前景がこんな感じ。ここはイベントスペース、メインのスペースですね。僕の友人でもある作家のちげさんもね売り子さんをやってたんで、たまたま遭遇したのでお話ししました。さあというわけで、まあいろいろ写真も見ていただいて、続きましては購入したものの紹介でございます。まあ、いくつか動画の写真の中でもね紹介させていただいてたんですけども、どうしようかな。じゃあまずじゃあ早速ちょっと MVP からいっちゃいますか。今年僕が一番心を打たれた作家さんですね、座敷わらしさんというイラストレーターの方の作品なんですけど、じゃんこんな感じです。
もうね、このライブペイントとあとまあ既存のイラストの展示をブースでされてたんですけど、もうこの絵をね一目見た瞬間惚れました。もうやべえってなっちゃって、でこれまあ一応ポスターね、あのこんな感じの3枚とね、そうこの方のブースでさらにお買い物しちゃって、こちらね、ポストカードですね、ポストカードこの2枚、この背景がねオレンジっていうので気に入ってこの子も購入したのと、こっちがね、これはもうねこのキャラクターのデザインが好きで購入しました。てか女の子が可愛いっていうね、単純にそれもあるんですけど、めちゃくちゃいいなと思っちゃいました。座敷わらしさんっていうね、そう福岡を拠点に活動されてるイラストレーターさんみたいです。めちゃくちゃいいよね。そうこの なんだろうな、色使いとかもすごい綺麗で好きですし、なんかポップな感じ、もうほんと女の子がとにかく可愛いんで、もうそれが一番大きいかもしれないですね。で今のポストカードで、これも買っちゃいました。やばいっすよね、めっちゃ散財しちゃってるんですけど、これもオレンジベースな色の子なんですけど、こちらねミニノート、ミニメモですね、メモ帳みたいな感じのも購入してます。かわいい、これもたまんないですね。ちょっと中見てみましょうか。中ページめくると何かあったかな。でまあ非常にこう使いやすいメモパッドになってて、中開くとじゃーん、こんな感じ、中にもこのキャラクターが印刷されてます。いやーこれは大事に大事に使いましょう。ただこのメモ帳系、あのミッフィーのグッズとかもそうですけど、なかなか使い切らないですよね、メモパッドとかって。まあそんな感じです。めっちゃいいね、いやーいいね、お気に入りアイテム素晴らしい。で、お次がこちらですね、ホームジョーアートワークさん、こちらもイラストレーターさんですね。まあ、デスフェス行くとね、まあ、ついついイラストレーターさんに目が行きがちで、僕も結構ねライブペイントとかがっつり見るんですけど、こちらで散財しちゃいました。ちょっとじゃあ見ていきましょう。今回ポストカードと缶バッジ、ピンバッジかなですね、こんな感じのものです。かわいいでしょイラスト。そうちょっとこれだと分かりづらいと思うんですけど、もうねマジやばいっすよポストカード。で紙の質もねめっちゃいいんですけど、こんな感じ、これいいっしょ、これちょっとで出し1枚出そうかな。まあ絵柄的にはこんな感じの、おしゃれな絵ですよね。結構ねこれもやばいっすよね、これたまんないっすよね、これこうやって並べたい感じとかね。いやいいっすね、紙の質、ちょっと動画で伝わるかわからないんですけど、すごいねいい紙なんですよね。うん、ポストカードっていうかまあアートカードみたいな感じですよね、イラストカードみたいな感じで、もう紙の質感がすんごい良いですね。こんな感じ、まだあります。結構買っちゃったんですよね、1枚150円だったかな、200円だったかな、ちょっと値段覚えてないんですけども、これもちょっと反射しちゃうですね。これも最高ですよね、これめっちゃ可愛い。いやーいいね、ホームジョーアドワーク、シャツにロゴが入ってるような感じで、いやちょっと大事にこうしまいますけど、いやーいいな、こう本当デザフェスじゃないとこういうのね出会えないんで、なかなかこれもめっちゃ面白いですよね。そうこれちょっと最近太り気味なバーナードに、まあ、ちょっとこの絵をねデスクに飾って、あのお菓子とか食べそうになったらこれを見るという感じで、すごいですね、なんて書いてあるの、オーバーイーティングですね、食べ過ぎということで、まあ、ちょっとこれを見てね注意しようと思います。でそうこれですね、これまたシンプルでおしゃれ可愛い感じのイラストですね。いやめっ
ちゃ好みのイラスト でこのバッジもこれもねちょっとね触り心地がなんかねサラサラしたような感じなんですよね。そうこれもまた可愛いですよね。で、次がちょっとね変わり種ですかね。これあのちょっとね作家さんの名前がねちょっとねこのブースが大人気すぎて写真とか全然撮れなかったのもあって本当にさっと買ってさっと出てきたんですけど、こちらね芝生丸太台座というね、まあ、なんかね木をね丸太を切ってこう、デザインとか作品を作ってる方のブースで購入したんですけど、これあちょっと露出がやばいですけど、これやばくないですか。これ丸太なんですよね。リアルな木の丸太で上の部分が芝生になってるんですよ。いいよね。でこれなんで買ったかというと、これがね、こういう感じのことをしたかったんですよね。これポップマートのガーフィールドのフィギュアなんですけども、こういう感じでこう芝生に乗せて、まあ、ちょっと開封スペースの方でやりたいと思ってるんですけども、まあ、ちょっとこう屋外が似合うようなフィギュアに関してはこの芝生に乗せて撮ったりしたら面白いかなと思って購入しました。これ700円だったんで770円ですね。まあ1個買ってもいいかなと思って購入しました。でこれ買った時にお店の方ブースの方に何か使い道見つかったんですかって言われて、ちょっとフィギュアちっちゃいフィギュア乗っけて撮りたいなと思ったら、まあ何かそれを意識して作ってたみたいでして、まあ合ってる使う用途としては合ってるかなと思います。で、ここからがねちょっとあれなんですよね。どうしようかな、まあ、実は今回海洋堂というね、まあ、超老舗超大手な、トイブランド、アートトイとか販売してるブランドさんがですね、ブラインドボックスを販売しておりました。こちらです。じゃん。こちらがね、ズー&ピーっていうね、ちょっと読み方合ってるね、ズー&ピーっていう、キャラクター、ちょっとおとぎ話チックなファンシー寄りのおもちゃのブラインドトイ、こちらを購入しちゃいました。ね、裏もちゃんとブラインドトイ仕様になっております。でこちらバージョン、ボリュームか、ボリューム2とボリューム、こっちは3かな、2と3で1、2、3ってあって、全部ねデザフェス限定価格でちょっと安かったんですよ。ってなるとブラインドボックス好きの私はですね、自然にこう手に取ってしまってたんですよね。そう、これ最初に見ちゃったんですよね。デザフェス入ってすぐ見つけちゃって、もうこの形状のものがこう並んで置いてあると反射的に見に行っちゃうっていう癖がついちゃいまして、で今回はその、ズー&ピーでブラインドボックス2つを購入しました。でこれの開封に関してはちょっともう今日動画長すぎるんで、次回以降の Vlog で開封したいと思います。トイログっていう形で、まあ、これに特化した Vlog を、開封動画を出すので、ぜひお楽しみにしていてほしいです。はい。さあというわけで今回もバーナード Vlog ご視聴ありがとうございました。デザフェスな Vlog でございましたね。まあ、バーナードマニアですね。ジャンル的にはうちのチャンネルの中ではちょっとマニアックな内容にはなるんですけども、楽しんでいただけましたでしょうか。バーナード Vlog ではこういった私独自の目線で、まあ、アートとかね、おもちゃとか可愛いものを日々探求していくようなチャンネルになっております。もし何か共感できるようなものがあれば、また遊びに来ていただけると嬉しいです。でチャンネル登録とかはもうお任せいたしますので、よければ動画をもう一本見ていただけると嬉しいです。で動画の評価どっちでもいいので、高評価低評価ポチッとね最後に押してください。コメントもめっちゃお待ちしております。はい、というわけでデザインフェスタ、2年連続で参加しまして、まあいろいろ変わった点とかもねあったりはしたんですけども、やっぱり素晴らしいフェスだなと思いました。次も、ぜひね行きたいと思います。同じ作家さんが、毎年出てて新しい作品をどんどん更新していくので、それも楽しめるかなと思ったので、まあ、今回のね
座敷わらしさんとかホーム上アートワークさんとかまた出店するようであればまた足を運びたいと思います。前売りチケット800円なんで安いんでね、おすすめのフェスでございます。はい、というわけで、今日はバーナードマニアからバーナードがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。さようなら。